車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。6月19日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。6月ということでね、関東甲信地方とか、本州とかの方はですね、梅雨どっぷりだと思うんですけども、北海道はね梅雨はないんですけど、やっぱり雨がすごく多くてね、梅雨ほどの蒸し暑さとかないんですけど、やっぱり雨が多いとちょっとこう気分が落ち込みがちなんですけども、今日も元気よくね、車のニュース伝えていきたいと思います。まず最初のニュースですけども、新型プリウスね、PHV 新型プリウスの PHV の方ですね、この日本仕様が初公開になっています。すでにモーターショーとかでねワールドプレミアされているので、目新しいことはないんですけどもね、日本にいよいよねこうちゃんと正式に公開されたということで、いよいよね発売になるのかなって感じがします。このね日本仕様とね欧州仕様に特徴があるんですけども、車両のねルーフね、天井にソーラー充電システムが搭載されてるんですね。で要は天井がねソーラーパネルになってるんですよ。でこれねすごいなと思うかもしれないんですけども、実はね3代目プリウスの時にすでにこのソーラーパネル装着さってあったんですね。あるグレードまで行くとオプションでねソーラーベンチレーションシステムというのが付けれまして、ソーラーパネルで発電して、その電力によってね車両の換気を行うってことができたんですね。なのでその炎天下とかで、車がね、暖かくなっちゃうのを車両のね温度を下げたり気温の上昇を下げたりとか、ベンチレーションシステムを先にね稼働させることによって、エアコンの負荷を減らして燃費を良くしましょうみたいなこうね相乗効果を狙ったシステムはあったんですけども、今回すごいのはこのソーラーシステムでやったものを駆動にね、その電気を駆動に使えるってことが、新しいところですね。なのでこのシステムですごく両反射初なんですね。このね新しいプリウスのソーラー充電システム、これはねすごくいいものを作ったんじゃないかなと思いますので、本当に楽しみですね。3代目でね第一歩ねソーラーパネル初めてつけたんですけども、4代目にしてやっと駆動にね使えるってことで、これは本当に評価すべきシステムなんじゃないかなと思います。2番目のニュースですけども、こちらもねちょっとトヨタのに、偏っちゃうんですけど、親父系のセダンですね、元祖じゃないですか、親父系セダンマイナーチェンジしてます、トヨタのプレミオとアリオンですね。この車はですね、販売店が違うだけなので、両者同じと考えていいと思うんですけど、このね、プレミオとアリオンっていう車がモデルチェンジをしています。なんかね、パッと見の印象っていうんですかね、クラウンロイヤルの廉価版って感じですね。本当によく似てますね。でも兄弟と言っても、弟分って言ってもいいんじゃないかってぐらい、クラウンロイヤルにすごく似てまして、こちらがマイナーチェンジしてます。内装がねかなり上質なので結構びっくりするんですけども、この車のなんかこうネットとか見てるとね、若返りましたみたいな言ってますけども、あんま若返った感じはしてて、今よりおっさん臭くなったなって感じはするんですけども、この、ね、親父系セダンがマイナーチェンジしてますってニュースです。でちょっとねここでね皆さんに質問したいんですけども、例えばですねちょっと想像してほしいんですけども、これからね見ず知らずの街に、人に気づかれないためね、人に気づかれないように調査のため潜入しますと。そういった時に、目立っちゃいけないんですよ。決して人に怪しまれちゃいけない。そういう時にどんな車に乗っていきますかと。いかにね威圧感がなくて、いかにこの大衆のこの街のね雰囲気に溶け込めるかっていうところなんですけども、あなただったらね、もしねこういう任務を任された時にどんな車で行きますかっていうのをぜひね考えてみてもらいたいなと思います。番組のね一番最後にね、私だったらこの車でそういう任務に行くっていう車をちょっとお伝えしたいなと思うんですけども、ぜひね見ず知らずの街に、決してね人に怪しまれないように、潜入すると。そういう時にどんな車に乗っていきますかと。もちろんここでね、バカみたくでっかいスポーツカーとかで行くと目立っちゃうんでね、どんな車で行きますかっていうところをぜひね考えてみていただき、見ていただきたいなと思います。番組の最後にね私のこの車っていうのをお伝えします。次のニュースですけども、6月15日ですね、こちらも進展ありましたね。三菱自動車、なんと1991年以降に国内で販売した全車種で違法に算出した燃費データを使ったということで、こちら随分大きな問題になっちゃいましたね。これまで不正がないとしていたミラージュなんかをね、不正プログラムを使って燃費データを算出してたっていうことが、分かっちゃったのでね。ちょっとね、これ、今後近々国土交通省には改めて報告ということがされるそうなんですけども、随分ね、大きな話になっちゃいましたね。91年以降の全車種ということでね、すでに販売ね、終わっちゃってる車もあるんでね、今後の保証どうするんだっていうのがあるんですけども、一部関係者によるとね、燃費が当初の目標に届かなくて、エコカー減税の、対象にね、なんとかするためにね、こう不正を行ったという車種もあるらしくて、
まあ、かなりその理由を聞くとね、かなり悪質ですよね。なので、まあ、今後のね、保証なんかもね、もう、すでになんかもね、車、販売終わってますし、まあ、その車に乗ってたけどね、売って処分しちゃったという人もいるかもしれないですからね、まあ、全てそういう人たちを救済することはできないかもしれないんですけども、まあ、どうやってね、救済していくのかなっていうのを、まあ、ね、会社側の正義の見せ所なのかな、なんかその辺はね、まあ、あまり期待してないですけど、まあ、どういうことになるのかなっていう、この事件の収束具合にね、ちょっと注目したいなと思っています。あとですね、2016年末ですね、まあ、このラジオでもお伝えしましたが、今年の末にですね、フォードがね、日本撤退しますよね。私はね、先週日本フォードのね、まあ、ショールームの前をね、車で通ったんですけどね、まあ、ちょっとあまりに悲惨でしたね。お客さんがゼロで、まあ、駐車スペースにね、まあ、車がない、お客さんの車がないわけですよ。だけどね、価格が提示されてるね、まあ、新車であろうね、なんかその SUV 的な車と、まあ、ちょっとこう、ちっちゃいミニのこう、ビッツのフォード版みたいな感じのやつが置いてあってね、値段を掲げてたんですけども、まあ、今更ね、撤退する車をね、好き好んで買う人はいないですよね。なのでね、まあ、なんか、ショールームで働く人もね、なんかね、外では車洗ったりしてましたけど、なんかその、よくわかんない、なんかこう、ちょっと悲しい感じのね、雰囲気が漂ってましたね。で、そのね、フォード日本撤退するんですけども、まあ、撤退後ね、アフターサービスなんかが、こう、PCI っていう会社さんが、株式会社が行うっていう発表がありましたね。まあ、そんなニュースもありましたと。で、最後に、ルマン24時間レース、今まさにね、走ってるところですね。今日ね、日曜日の日本時間だとね、22時ぐらいがゴールなんですかね。なので、今年はね、どこのチームが優勝するのかっていうのを、非常に楽しみです。このね、ルマン24時間レースについては番組ね、中ほどでまた改めて触れたいと思います。以上、1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはですね、ルマン24時間レースについてちょっとねお話ししていきたいと思います。今ねまさに2016年のねレースが開催されているところなんですけどもね、昨年はねポルシェがね、まあ、圧倒的な形で優勝しまして、一昨年ね一昨年はアウディですね。まあ、おととしというよりね、アウディがね、2010年から2014年までね、まあ、5連続で、まあ、優勝してましたね。まあ、アウディというよりも、ヨーストですね、ヨーストレーシングですね、まあ、昔から有名なチームですよね。ヨーストって聞くと、まあ、私なんかはもう、ヨーストポルシェの方が馴染みが深いんですけども、最近はアウディを使ってね、チームこう作ってるんですね。まあ、いずれにしましてもね、ポルシェとかね、アウディとか、まあドイツが強いですよね。まあ、プジョーがね、2009年に、まあ、優勝してますね。まあ、チーム5ですね。アウディ R8 で優勝したのが2004年っていう、まあ、記憶に新しい方もいらっしゃると思いますが、まあ、日本チームがね、まあ、そのチーム5の時がアウディ R8 で優勝してますが、まあ、日本チームはその、こう、なんていうかね、なんだかんだ考えていくと、1991年のね、マツダのね、まあ、マツダスピードの 787B、のただ1回だけなんですね。本当に純粋のこの日本車のチーム優勝したっていうのが。なのでですね、まあ、2003年のね、チームベントレーのイギリスとか、いろいろベントレースピード8とかありましたけども、日本が入賞してるのがその1991年だけなので、なんとしてもね、今年のね、2016年とかでね、トヨタ、ワークス出てますんで、優勝していただけたらなんか嬉しいなって思います。ぜひね、日本勢に頑張ってほしいところです。で、全60台がね、まあ、出場してるようなんですけどもね、ルマンでもクラス分けがあってね、いろんな形の車が走ってるんで、一見分かりづらいですね。ちょっと整理したいと思うんですけども、まずね、4つありますね、大きく分けてね。LMP1、LMP1 クラスっていうのと、あと LMP2 クラス。こちらがね、ルマンプロトタイプの略ですね。1、2っていうクラスと、あと LM の GT プロっていうクラスですね。これまあ GT3 みたいな車をイメージしてもらえればいいんですけど、GT3 みたいな車で、まあ、ニューマシンですね。フェラーリ 488GTE とか、フォード GT、フォード帰ってきましたね。名門フォードが今回ルマン復活ということで、まあ、こちら見どころかなと思うんですけども、あとは LMGTE の同じく、さっきはプロの話をしたんですけど、アマっていうのがありまして、基本的にその、車両レギュレーションはプロと同じなんですけども、1年落ちの車じゃなきゃ出られないということで、主に出てる車が、フェラーレだと458イタリアですとか、まあ、シボレーね、コルベットとか、アストンマーチンの V8 とかなんかが出てますということで、この LMGTE クラスっていうのは、まあ、いわゆる
まあ、外に走ってる車に近いかな、 GT3 みたいな車をイメージしていただければいいかなと思います。で、冒頭に言ったね、 AMP-1 っていうのがですね、これワークスですよね、まあ、ポルシェとか、アウディ、トヨタの3つのワークス出てますね。あとは他のチームもあるんですけど、このワークス勢の場合はですね、 LMP1 にはですね、ハイブリッドクラスとノンハイブリッドクラスがあるんですね。で、このポルシェ、アウディ、トヨタのチームはもうレース界でもね、ワークスはね、もうハイブリッド搭載ですよ。一般的にまあプリウスみたいなもんですよね。レース出てるけども、まあ、電気のモーターでも動きますよみたいな。で、他のチームも出てる NMP1 にいるんですけど、そちらはね、ハイブリッド非搭載ですね。ハイブリッド非搭載の方はですね、ハイブリッド版の方は駆動方式4輪駆動も OK なんですね。もう今やこれ、ルマンドに出てくる車も4輪駆動 OK ですよ。っていうところでこれびっくりしちゃうんですけども、ハイブリッドじゃない方は4輪駆動じゃないんですけど、ここでですね、一つね、このルマンズ、まあ、最近のね、モータースポーツ全般に言えるんですけども、このゼッケンカラーとかね、順位識別と、あとヘッドライトの色も違うんですね。例えば白だとかって決まってるので、夜間とか走ってても、この車は LMP1 クラスだなって分かるようにヘッドライトの色が違ったりですね、なんとね、便利なことにね、順位識別灯っていうのがありまして、GT クラスというか、LMGT クラスだと、まあ、普通のね、GT3 クラスのカーみたいな車だと、ドア開けるところの、ドアのちょっとね、こう、縁のところね、LED が3つついてるんですよ。割と大きめの LED が3つついてて、順位識別灯というのがありましてね、クラスの順位が把握できるんですね。で、LED が3つついてて、1個ついてたら、そのクラスの1位の車なんだと。2個ついてたら2位、3個ついてたら3位ってことで、そのクラスの順位が分かりやすいっていうことで、見ててね、あの車1位なんだとか、すぐ分かるんですよ。で、まあ、4位以下は点灯しないので、それついてたら、結構上位な車なんだなっていうのが分かるので、そのあたりでね、すごくね、レースが楽しみやすくなってるっていうのが、最近のレースの違いですよね。で、先ほどちょっと話戻りまして、LMP2 クラスっていうのがありまして、こちらがね、量産エンジンを搭載してる車、まあ、量産エンジンじゃなきゃダメだって車で、まあ、主にね、日産製のエンジン搭載してる車が多いんですかね。で、四輪駆動禁止なんですけども、こちらがゼッケンカラーとかね、順位識別とか青っていうことで、色とかが分かったりですね、ヘッドライトの色が違ったりですね、もうすごくね、最近のレースは至れり尽くせりで、分かりやすくていいですね。昔はなんかいちいち解説されないと、どの車が1位かも分かんなかったり、しましたんで、最近のこうルマン20時間とかこういうレースって、よくできてるなって本当思います。ちょっとこのね、識別灯とか見た時に思ったのが、箱根駅伝でね、青山学院で、ね、優勝を導いた監督言ってましたよね。もっとこの箱根駅伝をね、もっと分かりやすくした方がいいってことで、往路、じゃなくて袋か、帰りの方で袋になると、順位がね、見た目走ってるところと変わってくるんですね。実際その1位の大学が走ってても、そのチームは今、袋では1位だけど、総合ではもっと順位は下だとか上だとか分かるので、その辺のことがね、分かりやすく、ディスプレイできるようにした方がいいっていうおっしゃってて、そうすることによって箱根駅伝がもっと盛り上がるって話されてたんで、このね、ルマン20時間のこの順位識別灯なんていうのは面白い試みで、タスキとかに LED とか入れられて、まあ、走るのに邪魔にならない程度の重さとか、形状とかで、タスキの何か色が変わることによって、今このチームが暫定1位なんだとか、順位が分かるような仕掛けが入ると、より箱根駅伝なんかも盛り上がるんじゃないかなっていうのを、ちょっと個人的に思った次第です。というわけで、今年ね、ルマン20時間どこが優勝するのか非常に楽しみなんですが、この番組の中ほどではルマン20時間の話をお伝えしました。はい、それではエンディングになります。先週のことなんですけどもね、先週ね、このラジオ、まあ、公開してからですね、だいたい私のこのラジオですね、まあ、1週間かけてだいたい100アクセス100再生ぐらいいけばいいかなっていうところなんですけどもね、先週はなんかで、ね、いきなりもうぐんぐんこう再生回数が伸びまして、まあ、この1週間でね、まあ、250、まあ、300近い再生回数ね、もう一晩で100回くらい超えちゃってて、あれなんか何かあったのかなと。なんかきっと関連動画とかにね、表示されると、YouTube のね、再生回数増えるんですけども、なんかそんなね、ラッキーなことにね、恵まれたのかなと思ったりして、非常にね、嬉しい、一週間でした。先ほどね、冒頭でね、ちょっとお話ししたんですけども、ちょっとクイズというかね、質問出しましたね。見ず知らずの街に、決してね、人に気づかれないように、調査に潜入しますと。
そういう時にどんな車に乗ってきますかっていうことでね、皆さんに考えていただいたんですけども、皆さん答え出てますかね。どんな車でね、そういう街に行きますか。気づかれないようにね、かつ威圧感を与えないようにね。センチュリーなんかだったらちょっと怪しまれますね。黒塗りの車なんかで行くとね。じゃあ私はね、どんな車で行くかっていう話なんですけども、メーカー的にね、トヨタと日産で選んでみました。トヨタでしたら、サクシード。また、プロボックスのライト版ですね。ちょっと古めのライト版。しかもね、ちょっとね、バンパー黒いやつね。ボディと一緒になってないやつ。で、日産だったら、AD 版。まあ、古めのやつね。これで行けば、まずね、怪しまれずに、なんとかね、こう平気で、平成を装ってね、そういう、極秘調査とかできるんじゃないかということで、私、このサクシード、プロボックス、AD 版っていうのを、このライト版を選んでみました。皆さんどんな車を選んだでしょうか。もし、ね、よろしければコメント欄にね、こんな車だったらね、怪しまれずに済むんじゃないかみたいなのをね、書いていただけると私もね、楽しみながら読ませてもらいますので、ぜひね、コメント欄に書いていただければと思います。またね、明日から1週間始まりますが、梅雨なのでね、なかなか過ごすのがね、大変かなと思いますけれども、こんな時こそね、ギラギラした夏が待ってますから、ぜひぜひいろんなことね、種まきしてゆっくり、ね、休んで英気を養って来たるべきね、夏に備えて、頑張っていきましょう。私もね、しっかりやっていきたいと思っております。今週も聞いていただきまして誠にありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。